こんにちは高橋です。皆さんお元気でしょうかおかげさまで私も元気です。今日はね、生徒さんのお悩みで、行動チェンジが遅いんですというね、ところについて、えー、ちょっとね、フォローしていきたいと思います。この間も、まあ、レッスンしててもですね、行動チェンジのところでワンクッション、どうしても時間がかかるという、ね、方もい,いるし、他でもこの悩みを聞くんですが、 あの練習量ですよねってね、そういうふうに受け止められる方もいるんですが、これ知っといて練習した方が絶対お得なので、ぜひね、お伝えしたいんですが、二つありますね、ポイントは。一個は、あの、コードチェンジの距離を最短化すること。で、もう一つは、えー、ステップですね。あまりいっぺんに、こう、離れて、 形作ってパンって反抗するようなイメージではなくて、雲の足のように一本一本動いていくステップのイメージ。この二つがね、本当に効いてきますので解説していきます。えーっとね、まず距離最短これ CFCG7 の例でいきます。これ非常にわ、えー、かりやすいというかね、ポピュラーな例です。で、C コードがこんな感じから F ってこういう、こうだっていうね、 移動がかなり多いですでじゃあどう変えていったらいいかというと逆算でまず F を作ってこっから中指と人差し指を 2mm 浮かすこの C これでも C なわけですよね 2mm3mm 離れれば音鳴らないのででここから F に行けば 2mm の移動なんですね速いこうだと相当遠いんですねこれ、まあ、2mm から 10mm20mm えー、5倍、10倍距離が離れるんですけどもあの、指の速さって5倍、10倍絶対スピード上がらないです。2倍もいかないんじゃないですかね。まあ、遅くすることはできますけど、コードチェンジもともと、あのー、ほぼほぼね、可能なスピードで出してると思うんで、そこから倍とかっていうのはあの、おそらくいかないです。気合根性センスでスピードは出ないので、あとは距離が短いってことですね。あのー、 10倍早く動くよりも、距離を10分の1にすること。遠,遠く離れていたならば、それは簡単なんですね。だから C と F。はいはい。近いですよね。C 行って F 行って C に戻るっていうのは、あの、家電通ですね。孤独進行の基本なので、そういう動きは非常に多いので、まあ、いろんな進行ありますけども、近づけておくっていうことをね。えー 頭入れておくと非常にコードチェンジ簡単になります。G7 も同じですね。逆算で。ほぼ G7 から中と人をちょっと離して、2、3ミリ離して、スライド。これも、ぴょこっとジャンプする場合が多いんですが、そういう必要ないです。ジャンプすると、1、動いて2奥、奥の3のステップに増えるんですが、これスライドだったら1ステップなので、 なので、ほぼ G72、3ミリ浮かして、で、スライド。これ、ほぼ G7 の C ができるので、G7 すぐですね。C、G7、C、G7。これ、速いです、ね、これがここまでいってるとかね、遠くになってるとかね。まあ、見えやすいようにこういう形僕、たまに作るんで、あんまりそこはね、そういうことを普段やってる。 わけではないね演奏でやってるわけではないんで、そこは真似しない形で、まずこのように、距離最短っていうのはね、非常に大事です。そんなこと、実はね、なんか結構当たり前なんですけども、そ,そこは意識してない場合が多いので、力入って指がこうとかね、いっちゃってることもあるので、なるべく、 近場にあの準備しておく。まあ曲長い時にずっとギリギリ2、3ミリで近づけておくと疲れますよって話もあるかと思うんで、まあだんだんにじり寄っていって少し手前でかなり近づいておくようなことをやってみるとあれ楽やねと。<laughs> 本当に楽ですから近いと。まずこの考え方をね、あのーまあ、普段練習されてる曲でちょっとトライしていくと 非常に楽になってきます。じゃあ2つ目のね、このステップの話ですね。まあさっきちょっと G7 と C で、えー、指が弦から離れるかどうかみたいな話があって、まあ非常にその辺と近いというかね、大体そんな話です。あのー、離して、動いて、押さえるというよりはスライドすれば一発なので、同じ弦の上の同じ指は基本離さないですね。 F からハイコード C とかっていうのもわかりやすいんですが、これをわざわざ離して動いて押さえる。ちょっと大げさにやってますけどね。そういうんじゃなくて、同じ弦の上の同じ指の移動はまあスライドですよね。これで、ワン、ツー、スリーがワン、ワンステップになるので、うん、こういう移動ですね。まあ、あとね、 えーあり、ありそうなとかね、出てくるのは F とこの C7 ですね、これも離して隣の弦に移動して押すってやると3ステップになっちゃうんで、これもう人差し指ね、これがこう来たら2個押さえてるんですが、今度はこういう感じですね。1弦だけ押さえてあげる。FC7。まあこれ考え方非常によくわかると思いますね。これがこう来るよりも、 こう来るだけですからね。うん。こういう形、本当はもっとね、複雑な例、えー、いろいろありますが、そんなにまあね、あんま細かい話よりも、基本的な考え方なので、なので、A コードから E7 っていうのも、まあ全部指動かしてもいいし、小指でこっちのメロディ弾くときはこうなんですが、あの、そういう動きがあんまりない伴奏だけとかね、いう場合は、 A コード中指4弦にもあるのでこれを人差し指離して中指を1フレットずらして小指と薬指で E7 作るこれもまあよく使いますこれ早いです隣の弦に滑る離さないっていうのはね安定感も生まれるので非常に便利まあこれをこうやってるとね間違うんですわ間 <laughs> 違うですわちょっとあの変ですけど というわけで、2点ですね。コードチェンジの移動距離を最初から短くしてあげるような位置取りをする。まあちょっと時間がチェンジまでにあれば準備しておくということと、あとは、あの、まあ弦を離さないで移動できるときは離さずスライドするですね。まあこれはこの、もうちょっと本当はステップを減らすというね、話に繋がっていくんですけども。まあまあね、その辺も、うん。 えー、まあ、だんだんそういう話もしていきたいかなと思ってます。で、進んでは、まあまあかなりそういうね、題材もやっぱ豊富なので、詳しく話をしていきます。で、まぁ、一点お知らせですが、まあ、こんな感じで、えー、これ知ってるか知ってないかで相当違っちゃいます。あの、知らずに反復練習をやってると、それを手が覚えていくので、うん、まあ後でそういうのをね、知ったら取り入れていけばいいんですけども、最初から知っておいた方が、 まあお得にというかね、かなり苦労が少なくなります。えー、そういうようなもう発想というかね、えー、思考スタイルうが身につくような、まあ、レッスンをやってるんですが、夏休みに体験レッスンを行います。オンラインですね。えーまあ、非常にお得に受けていただけるので、えー、概要欄にねそのレッスン情報とか、初めての方にとかリンク貼っときますのでね、ねぜひね、えー、この機会に一緒に。 グレレライフが変わるようなレッスンというかね、時間を一緒に持てたらと思います。うんと無料のメルマガ等もありますので、ぜひその辺からどんな雰囲気かなっていうのをね、味わっていただけると嬉しいです。はい、暑いですが、まあ、お部屋の中で涼しく、うん、勉強しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ、また見てね。ありがとう。